めっちゃ言えない。皆さんも気をつけてくださいね。僕はなーちゃん推しをおすすめしますから。アイドルやってなくても裏表あるぞ。アイドルぞございますから、ホワイトボード吹くやつでポーズ決めないよ。現代の闇を作るのが、まあ、話題とはね、ズブズブな関係、いい関係を可愛がってください。めちゃくちゃ可愛がってるつもりだからね。こうやってこうやってこういう感じで始まりました、わたえ TV。 イエーイ。私たちは、せーの、私たちはアイドルのアルルです。紫担当しめの野中です。赤色担当川瀬真です。緑のあすかです。よろしくお願いします。はい、今回の企画は、今回ですね、3人のことをすごく知りたがっているゲストの方が来ていただいてます。誰誰、早速登場していただきましょう。この方です。イエーイ。どうもー、セブン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 、自分多分セブン、チョイスセブンです。お願いしまーす。お願いします。セブンさんはね、はい、名古屋で活動するお笑い芸人で、渡辺とはすごくね、縁の深い芸人さんじゃないですか。そうですね、自己紹介ギャグを作らせていただいてて、アスカがね、今やってる自己紹介とかもセブンさんが作ったギャグなんですけども、うん、はい、今回新体制になっても自己紹介ギャグをセブンさんに作っていただこうと思っております。イエーイ。ただまだ3人のこと、まあ、特にね、新メンバーのなーちゃんとまなちのことをよく知らないということなので、今回セブンさんがいろいろ質問を考えてきてくれましたので、その質問に3人が答えながらセブンさんと交流を図って知っていただこうというコーナーとなっております。はい、お願いします。じゃあ早速ですが、はい、質問をしていきましょうか。はい、じゃあまず質問1つ目、呼ばれたい名前、こういう風にお客さんから呼んでもらいたいなっていう名前、あだ名とかでもいいですし、名前のこの部分呼んでほしいなとかいろいろあると思うんですけど、はい、さあ行きましょうか。それでは皆さん一斉にオープンしましょう。せーの、はい、アスカはそのままアスカ。アスカ、アスカ以外は呼ばれたくないですか？はい、なんかたまにちゃん付けしてくる人がいるんですけど、アスカちゃんってね、アスカちゃん、うん、マジやだ。あ、嫌なんだ。アスカちゃん、呼び捨てで呼んでほしい。呼び捨て、アスカさんとかもダメ。やだやだやだ。アスカくんとかもダメ。やだやだ。今さ、多様性の時代だからさ、女性にもくんつける人はいるよ。やだ。そしてマナチ。マナチ、マナチでいいんですか？マナチでいいです。マナじゃなくていいんですか？マナでもいいです。え？マナちゃんは、マナちゃん、うん、マナチでいい。マナチがいいの、はい、マナティは何でもいいんですけど、何でもいいけど、強いて言うならマナチがいい。マナチかな、マナチがいいね。わかりました、はい、そして、はい、なーちゃん、はい、これ締め切りちゃんとかじゃなくていいですか？そうなんですよ、締め切りちゃんって言われることがめちゃめちゃ多いんですけど、うん、でもなんか締め切り要素も欲しい。何ね、締め切り見てが欲しい。もう終われちゃう。終われちゃうよ。嫌だよ。ナナカじゃなくてなーちゃんがいいの？はい、やっぱナナカアスカになっちゃうんで、うん、なんかちょっとキャラ被りかな。被ってねえだろ。ナナカアスカって一緒だねえってなるか。でもナナちゃんもマーちゃんもよくない？被っちゃう。別にいいじゃん。でも両方振り向いたらちょっとあれじゃないですか。両方振り向いたらお得やん。あとちょ振り向いてくれたら嬉しい。マナちゃんって言われてさ、なーちゃんが私も呼ばれたかなと思ってドキドキできるじゃん。でも違うよって言われたらもっと来る。あ、悲しい。もっと悲しい。悲しい。そこまで考えてなかった。俺頼む、この通り許せ。下がこの通り。あ、はい、まあこういう感じでやらせてもらって。なーちゃん、マナチ、アスカって呼んでほしいの基準でね、はい、まあ期待にそぐわない可能性もありますけど、はい、できるだけ僕の第一印象、これお考えください。やっぱその距離感によってね、そのこういうギャグができるのかできないのかっていうのもやっぱありますから、初対面ですから、マナチとナーちゃんは、はい、これは一人ずつ出してください。全員一緒じゃない？全員一緒ですか？じゃあ全員一緒に出しましょうか。絶対違う。違う。違いそう。じゃあマナだけ違う。マナチからいく。まあ一番違うもん。一番違うって何？ラストが一番違うって何？一番違うって何？一番違うって何？何？女だと思ってるのかってこと？違う。ちょっと何よ。私女じゃないわよ。じゃあせーの出しましょうか、はい、せーのドン。虹ね、声でかカラフルお兄さん虹が一番最初に俺を見つけたのはどこ、うん、覚えてないな。覚えてない。TikTok？
TikTok で初めて。いや、覚えてないです。覚えてない。そうか、こんなに派手にしてるのに第一印象覚えてないぐらい寂しいな。それで絡んでる。絡んでるからもう忘れた。忘れた。記憶は塗り替えるもん。塗り替えるもん。記憶は思い出すもんじゃなくて、記録とかは塗り替えるもんだけど、記憶はあまり塗り替えない方がいいと思うよ。第一印象は虹。今の第一印象俺聞いてるのよ。セブンですから僕7色でやってるんで、うん、まあこれはまあ僕のイメージ操作成功ということで、ね、おー、はい、すごい。じゃあマナチは声でか、うん、声でかどんぐらいでかい？普通の人の100倍でかい。いや、そのお笑い芸人ですからね、うん、やっぱ声をたくさんの人に届けないといけないから、うん、声でかいでしょ、うん、でかい。でかいのはいいことですよね。うん。あっ、うん。辛そう。各国だとウォンウォン。じゃあ、いけみましょうか、はい、カラフルお兄さん、はい、はい、年上ってことは分かるんじゃん。え、でも元でよ。でも年下だった場合なんて言いますか？カラフルな弟。別に私服カラフルじゃないじゃん。最初に会った時髪の毛ね、髪の毛これ一番カラフルじゃない状態なんで。まあそれはちょっと思いました。ちょっと思いました。さあ、じゃあ続いていきましょうか、はい、じゃあ自分の特技お書きください、はい、ないんだけど。特技、そういう特技とかがお仕事につながると時も結構あったりしますね。自己紹介でアピールすることによって活動範囲を広げていこうっていうのもね、ギャグに入れやすいところでございますから。まあ、だから今まだ見つかってない。だから毎日ラーメン生活ができますとかでも別に特技だし。11日目で止まりました。すごいのかすごくないのかわからんぐらいの微妙なラインで2週間も行かずに、1週間は行けたけどみたいな。せめてさ、半月頑張ってほしかったよね。半月って何日？それでは行きましょうか、一斉にオープン、せーの。はい、はい、アスカがネギ全部食べます。あ？あのラーメン焼いた時のネギを全部食べます。普通なの？え、違うんだって、みんな残るの。あー、だからスープに浮いてるやつとかも。あー、え、食べてた、確かに。え、タピオカみたいな話？そう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 、タピオカみたいな話。タピオカって最後までやっぱ吸えないじゃないですか、うん、それ汁は飲み切らずにってこと？そう、汁は飲み切らずにネギだけ食べます。それは、あ、でもいいかもしれない、うん、いいんだ。綺麗に食事を食べれますということだよね。おー、そういうことね。でもう一個カッコで腕くぐらせるっていうのは、腕こうやってやってここうやってくぐらせます。どこどこどこ、え、今できたりする？ここに通して、はいはい、はい、このまま、え、ポニーテールが邪魔。うわー、おー、すごい。でもちょっと怖い。はい、じゃあ続きまして、はい、マナチいきましょうか。ダンスアクロバット、はい、はい、これは多分初めてアイドルやるんだよね。はい、でもダンスは得意なの？得意です。やってたってこと？やってました。あ、ダンスはやってたんだ。はい、どういうダンスやってたの？あ、もうジャンルは全部踏んでます。あ、全部踏んでんの？だ、 J-POP とか、はい、ヒップホップとか、はい、演歌とかも。演歌は演歌ダンスなんだ。演歌ダンスアクロバットっていうのは？アクロバットは、うん、いわゆる技です。だ、機械体操的な。はい、バク転とか。バク転とかそういう。え、バク転とかできる？はい。え、なんでそんな自信なさげなの？なんでそんな自信なさげなの？バク転しかできないですよ。バク転できるのってすごいですよ。あの、最近やってないね、怖い。ああ、怖いね。でもアクロバットは別にやろうと思えばできるやつがある。得意なアクロバットは？マカコっていう技がある。マカコ。マカコ、どんな技ですか？しゃがんで、うん、右手をついて、その勢いでジャンプしながら反対の手つきながら回る。おー、一個も分からない。今できたりする？できますよ。え、ちょっと見せてもらってもいい？大丈夫、場所大丈夫？できますか？もう無理だけは、ね、え、映ってます、ここ。はい、お願いします。はい、おー、すごい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 。あ、そういうのできるんだね。はい、アイドルさんでさ、アクロバットするイメージの人いないから。ないです。自己紹介にしたりしたらおもろいかもしれんね。やった、うん、ちょっとこれはいいですよ。おお、やった、いいですよこれ。やった、いいです、これいいですね。ありがとうございます。じゃあ続きまして、なーちゃん行きましょうか。自分かも。作ること、歌を作るんですか？違います。
違います。はい、何を作ることですか？いっぱい作るの好きです。裁縫が好きだし、お、はいはいはい、お菓子作るのも好きだし、うん、あとは動画作るのも好きだし、写真、うん、なんて言うんだろう、なんか加工、写真加工、うんうん、あ、現代の闇を作るのが得意ですね。そうですね。え、じゃあ手先が器用ってこと？そうかな。手先が器用ってことね。はい。だ、作ることが趣味でもあり特技みたいな。そうです。歌っていうのは？歌は、歌です。歌が上手いってこと？うん。カラオケとか行ったらすごい点数出しちゃうぞみたいな。うん。やっぱ人よりは自信あるぞと、はい、胸張って。だから私の中じゃカラオケ行ったら私が一番勝てる。お、はい、絶対、はい、負けたらどうする？悲しい。悲しい。シンプルだ。なんで悲しくなるかな。それはお楽しみに。どうやって負けたの？だって負けないと見せたくないから。美味しい美味しい。で、カーライ焼肉のタレ。じゃあ続いて質問いきます。はい、はい、私の恥ずかしがり屋度パーセンテージで書いてください。まあ、これギャグをやることにおいてどれだけ羞恥心を捨てれるかって大事だと思うんですよ。だからアイドルなのにギャグをやるのっていう目線で見られることもあるかもしれません。だからその羞恥心が恥ずかしいのがどれぐらいあるのかによって僕もそのやりやすいギャグなのかお笑いによったギャグなのかっていうのを考えますから、はい、100がめっちゃ恥ずかしがりで0が全く恥ずかしがらない、何でも OK です。まだ意外と気強く見えても恥ずかしがりですよっていうのとかもありますね。はい、はい、それではいきましょう。せーの出しましょうか。せーの、はい、137、60。はい、じゃあアスカから聞いてます。え、恥ずかしがりなの？恥ずかしがり。あ、恥ずかしがり。めって言えない。やだ。やっぱでもそれは言ってほしいよね、オタクからとっては。言わない言わない。なんで耳赤い？あ、恥ずかしがってるってことだ。嘘、赤いよだれてたの？辛いです。耳は赤いよだれてるし、顔面くっちゃくちゃよ。顔面だよくない。あんまりギャグとかも勢いある感じとかはちょっと恥ずかしいかな。可愛いやつの方が恥ずかしい。あ、そういう恥ずかしがり方ね。あ、そういう恥ずかしがり方。だから可愛いアイドルの感じが逆に恥ずかしい。恥ずかしい。なるほどなるほど、わかりました。そしてマナチ37。あ、じゃああんまり恥ずかしがりじゃないってこと？多分。あと中途半端だな。この何で37になったの？35と40の間。35と40の間、35と40の例がまあいないんだよ。なんか、うん、度が過ぎるの無理だし、でもなんかめっちゃ可愛いのっていうのも嫌だし、みんなの全身タイツ履けますって言ったらちょっと。ああなるほどね。行こうと思ったらいけるけど恥ずかしいは恥ずかしいみたいな。まあ、一応アイドルだからっていう意味を込めてみたいな。え？いや本来のマナチは違うってこと？違うかも。自分をさらけ出すと。じゃあ一回自分の本当のパーセンテージ書いてみて、うん、アイドルじゃないバージョンの。あ、はい、そう、その、そう、それだけ。え、じゃあ何もないさらけ出した自分のパーセンテージをじゃあ言いますか。じゃあ私がじゃあ何も考えずにですね、うん、何も考えずに、じゃあアイドル、じゃあアイドルやってなくてもいい。やってなくて、はい、ってことは 0% です。 0% だ。0% だ。じゃあ何でも OK だ。じゃあもう何でもギャグいけるね。顔面パイかぶりますよ。顔面パイかぶるね。自己紹介で顔面パイかぶったらその状態のままずっと歌ったり踊ったりすることになるけど大丈夫かな。大丈夫、うん、さっきのタピオカみたいなギャグもあるんですけど、うん、そういうのも大丈夫。あ、大丈夫。タピオカを鼻に詰めてどでか鼻くそ今日鼻に入れると息ができないとかもいけるってことね。ちょっと無理。ちょっと無理。え、ゼロでも無理かも。やばい。でも可愛いな。可愛い。アイドルが鼻くそって言うことがないから。確かに。そう、可愛いかもしれない。じゃあ狙っていきましょう。狙っていきましょう。じゃあ 60%。はい。ちょっと恥ずかしがりや気味かなって感じ。気味かな。気味かな。だからタピオカはできない。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 はい。誰がしたい？誰がしたい？誰がしたいって、全部お客さんが喜んでくれるならやりたいでしょ。顎痛い。顎痛い。腹痛いじゃなくて顎が痛いパターン。笑いすぎて腹が痛いのではなく顎が痛い。新しい言葉みたいなこと言ってね。新しいギャグ言葉。俺が声を発するためにギャグが登場すると思ったら大間違いよ。可愛い感じのギャグの方がいいですね。わかりました。ちょっと待ってくださいね。お
の？あ、なるほど。プレゼンさんさんから全身タイツは絶対着させますと。お、大丈夫ですか？だからゼロだもんね。ゼロだもんね。そんな引きつることある？そんな引きつることある？でも可愛い全身タイツだったらいいでしょ。うん、可愛い全身タイツ多分用意してくれるから。可愛い全身タイツ、そう、お花ついてる、めっちゃなんか生地がテロンテロンとか生地がテロンテロンの可愛いタイツだとか、タイツなのにちょっとゆとりあってブカブカに可愛いとかね、うん、可愛いかな、花かっぱみたいな。じゃあ緑緑緑ってこと？全員緑緑赤紫じゃん。全身タイツとか着れる？花かっぱなら、花かっぱならある。違う違う、いいのかもしれないと思う。花かっぱならいいの。じゃあ花かっぱ、花かっぱ、花かっぱで、はい、じゃあ花つぼみ、葉っぱとかにしたいな。葉っぱなんだ、葉っぱ。緑だし、緑だし、うん、つぼみってなんなん。ごめんなさい、思いつかなかった。並びでなんかいただきたいかなって思っただけ。ごめんって、許して。この通り久屋大通り、久屋大通りだからこうやって2本あるんだよ。あこっちのこの通りの、あ、ここがあのエリオ記載の広場。さあ、ということでした。最後の質問いきましょうか。私にとってアイドルとは、やっぱこのイメージとかでお笑いによるかとか、アイドル寄りのギャグにしようかっていうのも参考にさせていただきますので、私にとってアイドルとはこういうものですよというのをお考えください。だから皆さんが想像しているアイドル像と違う可能性もありますし、自分がやってるキャラクター、やりたいキャラクターとアイドル像は違う可能性もございますから、そこのところを教えていただきたいです。さあ行きましょうか。あんまりホワイトボードを拭くやつでポーズ決めないよ。普通はあんまりアイドルがあの消すやつ隠すよ、普通は。ちょっとかっこいいかなと思った。ちょっとかっこいいかなと思った。そういう人もいるかもしれません。ということで出していただきましょうか。せーの、はい。私にとってアイドルとは楽しい、みんなを笑顔にする、みんなをにっこりする。あー、ここ似てるね。じゃあ楽しいとか自分の感想、主観ってことね。全員が楽しいってこと。全員が楽しい。全員が楽しい。なるほどね。わかりました。もう楽しいギャグしか作りませんが。はい、楽しそう。楽しい。自分も楽しいし、あのお客さんも楽しませるようなギャグございますんで。はい。はい、じゃあ、私みんなを笑顔にする。はい。だからこれは可愛くてニコニコする意味なのか、それとも。かっこよくて、おー、すごいの笑顔なのか、面白くて、あはははの笑顔なのか。一緒に楽しむってイメージ。いや、じゃあ一緒や、一緒や、一緒や。実はこっち寄りかと思ったらこっち寄りだった。え、ちょっと自分、なんて言ったらいいだろうね。お前、アイドルの化けをかぶってるな。実は素が結構やばいやつだな。全然全然裏表なんもない、裏表なんもない。37から0に下がるのは裏表あるぞ。じゃあアイドルだからさ、はい、多少ストップかけん。あ、だから初めてのアイドルだから自分をどれだけ出していいのかっていうのも分かんないし、その限度ね、まだ見つけてない。まあ、だからでもみんながアイドルって言えばアイドルだから、もう自分の素は全然出していいと思う。うん、だって、うーん、俺の話聞いてないか、お前。耳取って近づけるぞ、お前。いいか、お前。声、でかい声、お前、耳取って近づけるぞ。はい。はい、俺の話聞こえてないか、声、でかいくせに。え、でも、もし作ってもらうなら、うん、あの、ファンの人も声出しっていうんですか？だから、コール&レスポンスみたいなのができる感じの。やつがいいですね。なるほどね。そしたら、楽しめる。自分だけパフォーマンスしてても、自分が楽しくても、ファンが楽しくて。お、いいこと言いましたね。さあ、ということで、じゃあ、何て言いましょうか。みんなをにっこりさせる、はい、はい、アイドル、かわいくてにっこりさせるのか、かっこいいとかすごいにっこりさせるのか、面白いとかにっこりさせるのか、それとも温かいってほっこりさせるのか。あ、温かい。いやいや、ほっこりやにっこりじゃなくてほっこりや。うん。みんなをほっこりさせるね。ライブ中とかではなく終わった後の印象ってことね。もうライブ中もほっこりあんま嫌だろ。ライブ中にほっこりでみんな見られたら嫌だろ。コールとかしてほしいだろ。なんかアイドルって大体立ちの現場なのに、渡りの時だけみんな座って嫌だろ。
ライブハウスでドリンクとか頼むけど、みんな温かいお茶とか飲んでたら嫌だろ。変えます。変えます。アイドルとはにっこり。にっこりね。なんか微笑んでほしい。ほっこりで合ってんじゃん。頭悪いだろ。かわいいな、にっこり。かわいいな、にっこりがいいってことね。かわいいアイドルっぽいだけど楽しい。楽しい。いいですか。はい。じゃあそうしましょうか。まあでもあなたたちの願いが叶うかどうかは私次第ですから。そうやん。そうですよ。やらされるかもしれない。前回とかもだからアスカシ言ってたと思うんですけど、選択肢をいくつか用意してますから、その中から自分がいいなと思ったら選んでいただければなと思いますので、うん、これを参考にギャグ作ってきますので、はい、またその時はよろしくお願いします。はい、最後、本当に最後の質問、今の僕の印象を聞いてお分かりしました。第一印象から変わったのか変わってないのか、この企画が意味があったのかなかったのか。あ、どうしたどうしたどうした。つきました。お前ちょうど涙ぼくろみたいなやつを急に書くな。こうやってアクシデント涙ぼくろができました。手じゃないよ、手じゃない。まあアスカは第一印象から結構経ってますし、はい、マナチとナナちゃんはこのね10分20分ぐらいですか、で印象変わったのかどうか、どうなのか、今後の付き合い方とかもね分かりますし。怖いな。別に怒んないよ。別にそれは大人の付き合い方で考えるだけだよ。もしあまり変わってなかったらね、僕が何とかしなければいけないって思うだけですから。はい、まあ、話題とはねズブズブな関係ですので、これからもねいい関係を続けられたらいいなとは思いますけどね。しょうかね。はいはい、はい、それじゃあ、はい、聞いたことない返事だ、はい、ドンキとかに言ってる黄色い鳥みたいな、はい、みたいな音が聞こえましたけどね。今度流してみましょうか。はい、さあそれでは行きたいと思います。せーの、はい、虹、変わってない。何も一緒変わらない、はい、変わらない。最強おもろて、あ、変わった、言った。はい、お前らはどっか行け。はい、そうですよ、虹なんか変わってないってことね。声でかいってことね。他の印象なんもないってことね。あ、悲しいよ。お前だけは本当に可愛いわ。うわぁ、なんだって。一番下なんですけど、不滅です。よくない。だって私たち変わってないってことでしょ。悲しいよ。変えようかな。いいよ、変えていいよ。今ならまだ間に合う。何しようか、うん、印象ね。印象、はい、はい、使いました。何か紙行くか。でも同じことを書いてもね、僕のところに響かないかもしれません。はい、せーの、はい、最強大物、はい、残念。なんでなんで、お前兄がないから。いや、一緒だからよ。あ、じゃあ兄ないからちょっと違う。兄ないからちょっと違うじゃなくて、パクったやん。パクったの丸わかりやん。絶対に許しません、あなたは。私可愛がってください。めちゃくちゃ可愛がってるつもりだけどね。200枚もちゃんと時間を作っていくようにしてたのに、何も印象が変わってないとは。皆さんも気をつけてくださいね。僕はなーちゃん推しをおすすめしますから。さあ、話に行きましょう。おもろい。感情がない。顔の感情がない。アイドルが使う絵文字で一番見たことない絵文字を使い出した最強おもろに。はい、それだけちょっと聞いてもいい？ごめんね、ごめんね。二人はもう書いててもいいから、それだけちょっと聞かせて。帰らないで。うん、帰るか。ちょっとこれもね、俺まだ疑いの目がありますから、これはアイドルとしての上辺で印象が変わった可能性もありますから。私たちはあの裏表なんもなく、だから本当に思ったようなことね、よくも悪くも第一印象がインパクトあったってことね。変わり方ですね。変わり方ですね。はい、じゃあなちゃん、あとはですか。そうですね、最初はカラフルお兄さんが見たんですけど、はい、カラフルは変わらない。カラフルは変わらない、はい、あ、ここ印象。え、違う違う、まあ、第一印象ですか。第一印象です、ね、それはもう外見の話ですから。まあまあそうですね。え、動画を通じてちょっと面白い、はい、あ、じゃあしっかり内面も覗いてくれたってことね。はい、顎痛いですか。顎痛いですか、はい、ね、腹痛いじゃなくて顎が痛いですよね。顎が痛いです。笑うと顎が痛くなる人もいるそうですね。ということで、じゃあこれからも、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、僕はギャグ頑張って作りますので、またギャグができました頃にお会いしましょう。できました頃に。できました頃に。できました頃に。それでは最後よろしくお願いします。はい、この動画が良かったと思う人は高評価、
時点チャンネル登録、シェアの方もよろしくお願いします。お願いします。そしてコメントも何でもいいから書いてください。シェフさんの印象でもいいから書いてください。お願いします。以上、私たちはせーの、私たちはアイドルであるでした。超いいパセブでした。ありがとうございました。バイ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 、いろんなバイバイと両方バイ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